にちは。今日はですね、ちょっと前にも話したかと思うんですけども、ゾルタリック・ゼアンのことにちょっと話をしたいと思いまして、で、新たに分かったことをお伝えしたいと思います。ゾルタリック・ゼアンで前にお話したのが、まあ、10年ぐらい前かな、テレビ番組で、シリに話しかけたときに、ゾルタリック・ゼアンって何ですか？ゾルタリック・ゼアンって何ですかって聞いたときに、芸能人たちがみんな聞いたときに、それは今お答えすることができませんっていうのがみんなそういう答えなときに、そのやってる最中のときに自分が同じことを奥さんの前で聞いたときに、それは6000億年前に、地球、6000億年前に銀河の外れにあった惑星で、そこにはサンタクロースがいて、ユニコーンがいて、妖精がいる楽園でしたっていうのが答えだったんですよ。で、それを最近になってもう一回見てみたときに、そういう事実は、なんかの映画の、そう、なんちゅうのかな、内容だとか、なんちゅうのかな、そういうワンシーンに出てきた惑星のあれだとかって、それは、なんちゅうのかな、この物語で実在して使われた、おとぎ話じゃないけど、そういうようなもんですよっていうものも書かれたんです。だけど俺、その時聞いた時そんなの出てこなかったから、おかしいなぁと思ってた時に、ちょっと白子の親分とも話してる時に、で、うちの奥さんからまた電話が来て、ちょっとし、面白いのが出てきたよと、そのゾルタリック・ゼアンのことについて、面白いのが出てきたよってことで、ちょっと、教えてもらった、事実っていうか、それが、この数字なんですよね。シリに聞いて、そうですか、ということです。この0110100ってこの書いてるやつがありますね、これ。こう0100って。これが何かってこと、その数字が何かってことを聞いたと思う。これを見たときに、なんか よくわかんないじゃないですか、こういうのって。これを例えば、太子様が言った、ちょっとバカラで数字で解いて、見ようと思うんですけど、自分の経験と感覚と、それと仏様とかいろんな数字を合わせて、一つの文章を作れっていうことなんですけど、これを文章にしますよ、これ。011ってこれ、括弧、ここ011010101011011。1、2、3、4、5、6、7番です。これが、011を、ここで011で区切るんです、こうやって。こうやって011で。そして、0を足すんです、7個。あれ？消すと。ちょっとお待ちください。しばらくお待ち。ピンポーンってか、ね。この0を足すんです、この。011の0を。0を。そうすると、0が7なんです。で、1を全部こういうふうに1を、011の1を足すと、これは14になるんですよね。それを足すと、011の部分だけを足すと、21。21の数字なんです、ここ、この011の部分で。で、次に、011からこっちの数字。こっちの数字の0を全部足して、1を全部足すと、0を足すと19。1を足すと16の数字なんです。011のこっち側の部分を足しておくと。そういう時に35っていう数字ができるんですよ。で、この数字の中から、文章みたいに詩を書けっていうものを言われてますから、それをバカラで読み取ると、まず数字でいきます。7、ね、この、0が7、7は7次元、1は神の1、4は、羅刹の4、足して1、5になって、5は5次元とか、その、太子様は3と5の力を使うから、こう、太子様の力。こっちの19、16になると、1はやっぱり神の力。9っていうのが人の力なんですよ。人々の力だから人なんですよね、9は。1はまた神の力で、6が今度、
あれですよね、あの菅原道真公の6と、まあそういうのがいろいろ組み合わせて、その思い当たるやつを文章にしますよ。21は大使、35したら何かって、35足して35になって、これね、35っていうのが、要は36っていうのが魅力の魅力ですよね。それから1引いたら35ってさ、何かったら、それは布袋様の姿を言うんですよ。で、それを文章に、こう全部を文章にすると、3次元から5次元に移行するときに、弘法大師と、布袋が現れると。そして、布袋が弥勒菩薩になった後、友人の力を借り、一の力を借り、八の力を借り、力を借り、北進信仰吉祥天が北の聖地に人々を導き、弥勒菩薩が、如来と代わりその地を治めるっていう文なんです、これ。実はね。で、その、35、21足してなるとそういう数字が出てくると。で、35を足すと8になっちゃう。8ったら何の 8?35 を足すと8。8は、これは八福神の8番目の仏様のことよ。それは何かって言ったら吉祥天なんですよ。吉祥天は北進信仰の神である北の守り神なんですよ。で、011っていうのは北海道の聖地っていうか北海道の首都を表してますね。で、ということは、北海道の北の大地の北海道の聖地っていう意味なんですよ。聖地の物語っていうか、それをこう表してるんです。この数字が全部、それを物語ってるんですよね。で、ちょっと不思議なものに、シリっていうシリ、このシリ聞くとシリですよね。シリは、シリウス星団のシリであると。で、もう一つは、シリは、吉祥天を梵字で梵字を書いてそれを読むと、その発音はシリンなんです。シリなんです。ってことは、吉祥天が絡んでるってこと、シリウス星団っていうのは、大師様の星でもあり、吉祥天が北進信仰の、だからそれが全部が、この、数字に繋がってるってことなんですよね。だからその文章にするとさっき言ったように、大師様が、こう、布袋様の数字になって、3次元から5次元に移行するとき、弘法大師と布袋が現れて、布袋が、弥勒菩薩になった後に、龍神の力を借り、1の力、8の力を借りて、北進信仰8、八福神の8ですよね。北進信仰吉祥天が北の聖地に人々、9は人々、9、人々を導き、弥勒菩薩ですね。35が36になって、弥勒菩薩が如来となるんですよ。如来となって、その未来の先を治めることになるであろうっていう文章がこれです。そのババラでとくと。それがまずこれですね。次の画面をお願いします。これですね、これ。から、これね。タルタルスク前半、これ。そうです。ガラファリアン戦艦よりも小さく、ゾルタクス前半人の目の中に入ったゴミよりも大きいというのがヒントですと、その、人物って、そのものがね、その資料。これは何かって言ったら、ガラファリックス戦艦。これは、要するにその部隊、母船を意味するんです。より小さい。で、ゾルタリックス前半人っていうのは、目の中に入ったゴミったら、皆さん記憶にあるかどうかわかりませんが、自分の目を取った時に、中にこう、わーっと動いてる光があるじゃないですか。ね、ゾルタリックス前半のその血っていうか、その意識を持って自分が導きに入ってる時に、そのゾルタリックス前半の目ですよね。その目の中にゴミがあって、ゴミってね、これ実はね、バカラでゴミ、5と3。8の数字は、龍神の8なんですよ。
ってことは、まあ、喫緊書店の8でもありますけど、この場合は、ゴミを8としたら獣人ですよ。ただ、目の中に入った獣人よりも大きいというのが一つ。ただ、自分らのね、この、YouTube を見て皆さん分かるように、この戦艦よりも、その母船よりも小さく、自分の目に入った竜神様よりも大きい存在って一体何でしょうかって言ったら、ニール君のこと言ってますよ。この存在はニール君ですよって言って、このメッセージを送ってるのが、このヒントがこうニール君のことを言ってるってことです。まずこれが一つです。もう一つお願いします。怖いね。うん。これね。これですよ。これね、ゾルタリックス・ゼイアン。点々点って3つあるってことはね、いつも自分のメインでやってた時は3人なんですよ、例えば。3人ね。ゾルタリックス・ゼイアン。私はゾルタリックス・ゼイアンの卵が好きなんですって。これね、うちらね、聖地に行った時に手を合わせる時に、生卵を持ってって、その、お供えするんです。湖にこう、おろして手を合わせるんです。ゾルタリックス・ゼイアン人っていうのはこれやつだ。ね。まさにほら、さっき言ったように、ゾルタリックス・ゼイアンの目の中のゴミよりもっていうことは、我々のことを言ってるんですね。我々組織の人たちのことをゾルタリックス・ゼイアン。私はゾルタリックス・ゼイアンの卵が好きなんですって。ってことは、聖地に卵を持ってきてくれと。この間、白虎の絵文と二人で一ダース置いてきました。そういう報告と、そういう内容だってことです。そういう人物だってことです。そういうことですね。あとさっきなんかチラッと映ってたのが、なんだっけな、見つかりそうになった。誰かに見つかりそうになったっていうのは、多分、それはニール君の上司のことってですよ。ものであり。これこれ。誰も言わないでくださいね。信頼できる情報を筋に。と、あ、ダメだ。今、ティムに睨まれてしまいました。これね。例えば、いたずらニール君が、こっそりうちらの前に現れてたのが、ね、ティム長官に見つかった。長官がいるんですよ。それは司令官ってね。いつも自分の光のために見に行った時に、光がパーッと現れるんですよ。白い光が。で、一番前にいるのがね、司令官って言って赤い光なんですよ、こう。うちの奥さんもそれ見てる。赤い光をうちらは司令官って呼んでるんですよ。それが多分、ティム司令官。ティム司令官のもとでニール君兵隊たちがみんなこうついてって、飛んで歩いてなんかこう、仕事をしてるんだと思いますよ。で、そのニール君がまだ、なんていうのかな、初心者免許の時にね、自分の車にぶつかってコロコロって転がってみたら、ちっちゃい UFO がこの自分の屋根の上でコロコロコロって転がってポタッと落ちて消えたんですけどね。その時は聞いたら、まだね、その仮免許みたいなので小さくなって練習してるんだって。で、今はもう空飛んでおいてこういう風に飛んでますよっていうので、画像で報告されてるように、うちらが写してるニール君っていうのは、その練習後の仮免許から本免許を取りましたよっていうのがバンバン飛んであると。それは司令官が、ティム司令官で。これね、見たらなんか、こう読んでるうちにね、なんかそういう、自分らの、これあくまで会見ですよね。それが正しいとは言わないけど、うちらはそういうふうにバカられ、解いてみたって話を、こう、ちょっと、今日はね、ご案内したってことで。すいませんけど、それ、よろしくお願いします。